番、福井県の福井市に猿の農作物被害を防ごうと、モンキーバスターズっていうね、女性3人の美女軍団ができたらしいっていう噂が今流れてるんだけど、知ってる？モンキーバスターズ？いや、なんか強そうじゃん。なんでも3人の美女からなる舞台なんだって。ラビ、ちょっとそのね、モンキーバスターズ見てみたいんだけど、おばん、ちょっとまたスクリーンで見ちゃって。3人からなる美女軍団。まるでキャッツアイじゃない。女性3人がモンキーバスターズ結成。猿出没現場にエプロン姿で駆けつけ、エアガンで撃退。福井市、猿の農作物被害を防ごうと、福井県福井市係市長の女性3人がモンキーバスターズと名付けた隊を結成し活動している。出没の110番があれば、家事や農作業を中断してエプロン姿で現場に急行、エアガンで威嚇して追い払っている。村の人が作った貴重な野菜を荒らさせない。強い使命感を胸に日々の任務に勤しんでいる。石村雅子さん74歳、木下達子さん68歳、井美幸さん67歳の3人。指導に当たった JA 福井県美山支店によると、はかり市長がある美山地区では2015年頃から猿が出没。アスワガワウガンの一帯に多く、3月頃から畑に現れてジャガイモや玉ねぎなどを荒らしている。カカシや防虫ネットも効果がないという。こうしたことから当支店は今年3月に猿撃退の講習会を始めた。講習を受けた3人は5月にバスターズを結成した。3人は集落の人などからの出没の情報が寄せられると、すぐさま連絡を取り合い現場に駆けつける。出没は日中がほとんどで、大概3人が家事や農作業に勤しんでいる時間、1秒でも遅れてはならないと、エプロン姿のまま3人で一斉に近づき、威嚇射撃で追い払う。住民も後方支援し、爆竹や怒鳴り声で威嚇。時にはクワを持って追いかけることも。あ、おばちゃん、このニュースもいいよ。おめえ、年齢聞いて心が仲折れしたべ。いや、そんなこと全然ないよ。世の中でまだいっぱいニュース流れてるし。ちょっとおばちゃん、違うニュースさ、ちょっと見せてよ。年齢聞いて興味失ってんじゃねえ。おばも同じ年齢だよ。なめんじゃねえよ。いや、でも画像見せたったろ。ほら、愛、ぬいね、瞳と、キャッツアイそのものじゃない。ごめん、オバン。確かにその通りだね。一番右がアイちゃんだ。で、真ん中が瞳で、一番左がルイネ。これぐらいの年齢がね、一番輝いてるわよ。そうだね。オバンの年齢が一番女性として輝いてると思う。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。